力っていうのを上げてきそうですね、陳州で。はい、まあ、陳州も少しメンバー入れ替わっているんですが、はい、その中で、あっと飛び込んで、これ、金近、決めてきました、よく決めましたね、いや、ホームでの8得点になりました、はい、この金近。高見は今日がゲーム初めての出場になります。はい、コンディション不良で少しロスター回というのはついています。また来た、金近2連続連続ポイント、そしてファウルマン。ドライブ、そして左サイドマッチです。マッチがここはミスマッチになっている。ディフェンスもいい三井ですが、金近スリーポイント、これが入りました。乗ってますね。いや、苦しい状況ですが、このはい、スリーポイントの精度が非常にこの第1クォーターは進出高くなっています。それでもツーポイント狙ってきた金近、これも入りました。シュートの精度が高いですね、金近止まらなくなってきた。ダイラブラウン、英雄、さらには金近、ドンニーがつきます。スリーポイント、これも取られました。すごい、この船橋アリーナ、会場の雰囲気を一つにしました。セカンドチャンス、そして富樫と石川ですが、これピックアンドロールうまく使ってくる、飛び込む、そしてパスに切り替える、回す、エキストロバスからディフェンス、最後は完結させました。今度はまた小川からになります。小川をとヒットも手を出す。そして金近、今日全部決めて